日用品大手プロクター&ギャンブルの去年10月から12月期の決算は1年前から増収減益でした。一株利益は市場予想を上回りました。美容品や洗剤などすべての分野で平均 4% の値上げをしたことで売上高は小幅に伸びたものの、ヒゲ剃りジレット事業の見直しに伴い減損損失を計上したことが利益を圧迫しました。一方、2024年6月期通期については一株利益の見通しを 8% から 9% のプラスとし、従来から下限を引き上げました。